はいどうも、パラプンテ J2 沼チャンネルです。ということで今回は J2 注目試合ですね。プレビューやっていこうと思います。よろしくお願いいたしますと。いうことでさ、マッチプレビューにはなります。今回横浜 FC 対モンテディオ山形、そしてジェフ千葉対群馬の、プレビューというか、まあプレビューみたいなね、大それたことはしませんけどね、そんな大した話はしませんけども、よかったらよろしくお願いいたしますと。いうとこで優勝候補横浜 FC 山形の対戦、ちょっとスタートダッシュに成功するか否かはこの試合次第かなと。横浜 FC、勝てばね、1勝2分けなんで、まあっていうスタートに、なるでしょうし、ただもし山形に敗れてね、1分け、1敗2分け、2分け1敗か、2分け1敗とかになるとちょっとスタートダッシュ的にやなみたいな、雰囲気になるかもしれません。本当優勝候補同士の対決ですし、横浜 FC からしたら山形との距離、これは離されたくないというところでしょう。で、J千葉群馬がね、前回なかなか、いい形でゲーム展開、進まずというところでございました。多分もう後半のね、真ん中ぐらいにようやくシュートらしいシュートを、打つことができたんじゃないかという前回ゲームでございました。そして、前回藤枝相手に対象J千葉というところでございまして、やっていきましょうかね。まずこちら。横浜 FC 山形というところで、横浜 FC 現在勝ち点が2というところです。で、対する山形2連勝、勝ち点が6、シーズン開幕前はというか今もそうと思うんですけども、優勝候補同士の対決というところですね。こっからだから横浜 FC は山形、栃木、群馬というところとの対戦ですね。で、山形はここから、次も甲府戦なんで、山形からしたらちょっとね、難しい相手、横浜 FC 甲府との連戦、そしてホーム開幕戦もね、3月16日に行われますんで、さあ、アウェー3連戦、ちょっと東北の、クラブはこれは、毎年そうとは思うんですけど、アウェー3連勝で、スタートするとね、山形、いや、なかなかにいいスタート、ちょっとスロースターターの山形はね、どうしてもね、毎年にはなっていますんで、いや、こうしっかり勝つことができれば、アウェー3連勝でホームへ帰ってくる、いや、こんな最高の形はないと思いますんで、さあ、この結果、ドラフトというとこでしょう。で、こちら。ということで、横浜 FC 対山形、左に出しているのが前回両チーム先発メンバーにはなってきます。いや、ほんと今回優勝候補同士の対決になります。で、横浜 FC はちょっと2試合ね、うまくいっていないところの方が多いのかな。開幕の山口戦に関しては、それこそ若月選手とかね、本当ね、個人能力のところを若干抑えてしまった感じがする開幕戦。そして前回大分戦は、大分もなかなかね、うまくいってない感じが正直するんですけども、ただそこのね、中盤でのボールの奪い合い、切り替えの速さっていうのはなかなか見応えがあった、前回大分戦にはなるんで、この攻守の切り替えっていうところ、スコアレスドローに持ってますが、ただこの攻守の切り替えの速さ、トランチのところは、いや、さすがレベルが高いなっちゅうね、前回の、大分戦でございました。で、ただ開幕連続ドロー、負けていないと考えることもできるというところでしょう。で、対する開幕2試合連続で逆転勝ち、そして2試合連続で3得点の山形というところで、これだから山形からしたら、ジェフ千葉、優勝候補ジェフ千葉に勝って、今回の優勝候補横浜 FC に勝つと、本当ね、これは相当期待ができるんじゃないかっていうシーズンには、なります。僕も去年ね、山形なんか変だよ、山形っていう動画を多分そんな感じの動画を2本ぐらい出したぐらい、ちょっと山形のこのね、結果とか内容には相当個人的に注目を、J2 の中ではしているクラブになりますんで、ちょっとね、今シーズンも面白い戦い方やってんなっていうのを感じますよね。で、そうだから横浜 FC からしたら、やっぱこう高橋選手、高橋純也選手を、どう抑えるか、山形からしたらこの選手をどういうふうに使いながら、攻め込んでいくか、前回もゴールを決めていますんで、ね、高橋純也をどう抑えるか、僕、ちょっと福島時代に何回か見てね、なかなかいい選手じゃないかっていうのをちょっと思っていて、でただ昨年はそんな、ね、特別バカスコ点取ったみたいなところはなかったんですけど、今シーズンはね、いや、いいスタート切ってます。本当今の山形の象徴的な、ね、選手じゃないかっていうのはありますんで、横浜 FC はね、この選手をどう抑えるかというとこでしょう。ちょっと、どうだろうな、なかなかね、今こうストライカーってなったら難しいところが、あると思いますんでね。で、山形に関してやっぱ2列目と途中出場選手も注目で、高橋純也選手ばっかりね行くんですけれども、やっぱ伊坂全員も調子がいい、前回ゴールも決めています。で途中から坂本、杉山みたいな、両ウィングが出てきたらちょっとこれは厄介だなっていうのもありますんで、なんか横浜 FC からしたらリードして、ね、長い時間過ごしたいかなっていうのはあります。まあ、途中から出てくる、ね、山形の選手の強烈なんでね。で、まあ、山形からすると、だから千葉、横浜 FC 撃破となると、本当これからどんどん乗っていくんじゃないかというシーズン。ただ山形やっぱね、大型連勝、大型連敗があるクラブなんでね。まあでも少しでも今のうちね、勝ち点稼いでみたいなところと、やっぱり乗ったらこう手がつけられみたいなところがあるんで、今、まさしくその乗ってる状態と思うんで、さあ横浜 FC は止めることができるかとか、まあ、開幕3試合ってある意味一つのね、まあ、指標じゃないけど、だいたい5試合とか3試合でね、まあ、開幕いいスタート切ったかどうかとか、まあ、内容うんぬんかんぬんとかの評価のまあ一つポイントにもなるでしょうし、まあ、5試合で考えてもまあ3試合終えて、まあ、前半戦、評価の前半戦の分が終わるというところなんで、まあ、ちょっとどんな形で終わるかというところでしょうかね。でこちら群馬、ジェフ千葉というところで、群馬開幕2試合ドロースタートというところですね。勝ち点が2、そしてジェフ千葉勝ち点が3、8という、まあ、両者、まあ、数字はまだ始まったばっかりなんでね、まあ、そんな気にしなくてはいいというのはありますが、群馬はだからちょっとね、この外部の不協和音というところがどうしても、気にはなりますし、前回、熊本戦も本当最初いったね、なかなか、シュートを打つことができなかったで、まあなんとか後半ね、最後の方追いつくことができたみたいな展開だったんで、まあ、ちょっと個人的にはああいう不協和音はね、跳ね返してほしいというか、まあ、ちょっと内部のことなんでね、何が本当で、何がね、ちょっとすれ違いが起きたのかとか分かりません。分かんないんで、あんまり言うことができない。あんまこれ、群馬頑張れってね、負けるなって、報道に負けるなって、これ、あんまり言い過ぎてしまうとね、それ本当に被害者がいたときに、やっぱ自分の言葉がね、それはその人を傷つけるみたいなところもありますんで、なかなかね、触れづらい問題ではあるんですけれども、ただ、ね、群馬ね、いろんな意味でちょっとね、頑張ってほしいなっていうのは、ちょっとね、まあ、これはちょっと思うところ正直ね、あるんですけどもね、ちゅうとこです。まあ、天皇杯はね、しっかり勝つことができたんで、まあ、その勢い中のこの試合つなげることができるかどうかというところでしょう。で、J2 千葉前回ね、藤枝に 4-0 快勝したんですけども、まあ、群馬もね、ルヴァンカップ、昨日行われたルヴァンカップは勝ってますんでね、その勢いというところをこの試合つなげることができるかどうか。で、J2 千葉は逆にね、昨日のルヴァンカップ敗れているんで、まあ、相当悔しい思いを、したであろう。さあ、この試合その悔しさを晴らすことができるかどうかといったところでしょうね。で、こちら。ということで、ジェフ千葉対群馬というところで、左出しているのが前回、両チームの先発メンバーには、なってきます。昨日はジェフ千葉、昨日じゃないか、この間の、ね、先週のゲームでは、風間選手に変えて横山選手が先発で、左も、椿選手が先発というメンバー変更がありました。で、エドラード選手も、まあ、元ドゥドゥ選手ですよね、も、ボランチで先発という、ジェフ千葉のメンバーでしたね。でそう、前回、藤枝に4得点快勝、まあ、小森選手は今年もなんか点取れそうですし、まあ、2列目、田中和樹選手は昨年夏場以降の覚醒というのをね、今年も、継続、まあ、ここまで来れば覚醒というよりもね、もうこれが本来の実力というところでしょう、ポテンシャルが、もう本当、才能を開花した状態で、今のように、田中和樹選手というところでしょうね。でさっき言ったやっぱシュートまでなかなかジェフ千葉選手のゲームでいくことできなかったんで、まあ、リーグ戦、さっき言ったルヴァンカップはね、しっかり勝つことができたんで、そこで得たいいイメージというのをこの試合ぶつけることができるかどうかというところでしょう。で、まあ、だから天皇杯が水曜日じゃないか、ルヴァンカップが、水曜日にあったんで、まあ、その影響で、まあ、メンバー変更の、可能性もあるんじゃないか。特に群馬は佐川選手がね、多分ね、2試合連続ゴール中というか、まあ、リーグ戦と、この間のルヴァンカップ2試合連続でゴールを決めていますんで、まあ、和製ルカクというかね、佐川選手がこの試合先発かどうか、まあ、ちょっと面白いし、まあ、スーパーサブ的に、使ってもいいかもしれませんが、ちょっと佐川選手はね、注目して見ていこうと思いますけどもね、だからまあ昨日に関してはね、群馬はまあ不協和を吹き飛ばしたと言えるでしょうし、まあ、そこで1つ勝ったっていうのがチームとしても相当でかいと思いますね。でまあ、千葉だからルヴァの敗戦の悔しさをこの試合でぶつけることができるかどうか、まあ藤枝のロナウジーニョと言われた横山選手がね、やっぱりね、鍵になってきそうかな。どうしてもやっぱこのシステム、やっぱ小森をね、見るというか、小森にやっぱマークが行きがちなんでね、そこを横山選手、まあ、藤枝時代はね、1トップ2シャドウのシャドウをやってました。まあ、今シーズンボランチもやるでしょうし、まあ、2トップの一角もやるでしょう。この横山選手が小森選手をどう使っているかとか、右サイドで田中和樹選手と、まあ、どういうコンビネーションでボールを運んでいくかとか、僕はやっぱ横山選手がね、今年のJ2千葉は一つ、キーマンになる感じがしますし、まあ、この横山選手が頑張ればね、やっぱ小森選手に、小森選手ばっかりじゃなくて、そこのマークが分散されますんで、いや、ちょっと小森ばっかり見ていてもな、みたいな、横山もやっぱ見ないといけないよな、みたいな感じになるんじゃないかっていうのはあるんで、まあ、やっぱり横山選手中のこの試合もね、キーマンになるんじゃないかっていうのはちょっと感じますけどもね、はい。ということで今回以上です。以上、バイムテ J2 マーチャンネルでございました。よかったらチャンネル登録お願いします。